赤を踏んで、上の赤はダメだったっぽいな。テーブルトップを越えて、惜しい。さあ、今までに一番ここのスピードが乗ってる感じがした。タイヤもね、タイヤのマークもあるし、すごい。さあ、そしてここで葵さんが木を用意しています。上のさ、赤は大変そうだよね。ちょっと今 見に行ってみようかな。最初の赤は怖くないけど、この赤すごい怖いな。結構えぐいところにあります。さあ、伊藤葵ペアは縦と横のコンビネーションスタイルで車両に木を仕込んでおりました。こぼさないでくださいよ。さあ、慎重にシエラカップを持って葵さんが下山中。こぼさないでくださいよ。シビアですからね。見てますが、ダメが出た。ダメか。ダメが出た。なるほど。優しい。次の人のために優しいですね。優しさが今残ってますからね、この木。今乗車しました。さあ、どういう作戦でしょうか。車両は逆側を今向いてます。大きくお尻にターンして上がっていきます。よし。さあ、そのまま車両を向きを変えてゴールに向かっていきます。